はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、先打ちコウモリ、これのね、ちょっと私の持ってるエッセンスをかなりね詰め込んだ動画を、作りたいなと思っていて、少しね語りが長くなっちゃうかもしれないんですが、身のあるものにね、していきたいというふうに思いますので、よろしければ最後まで、お付き合いください。で、先打ちコウモリね、なんで、結構私が何度も話をするかっていうと、本当にね、低リスクでかつ、刺さる配置をちゃんと見極められれば、星2から全開っていうのをきちっとね、取っていける。非常にその低リスクハイリターンな戦術なので、レパートリーの一つとして、クラの中でね、誰かが持っておいた方がいい。まあ、そんな戦術なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、この4月のアップデートでね、結構陸系のユニットがこう強化される傾向に、まあ、使いやすくなるっていうのかな、傾向になってると思うんですけども、かといって、ドラゴンとかね、コウモリが使いにくくなるわけでは決してない。で、むしろそういう陸系ユニットっていうのを警戒する配置が、これから増えてくるんじゃないかと思っていて、そこにね、この先打ちコウモリ、よく刺さる可能性があるということも考えながら、ちょっと、本日はね、この話題を挙げさせてもらいました。で、じゃあね、まず、どういう風な配置を狙っていけばいいのかっていうところを、話をしていきたいというふうに思います。まずね、これ見てみましょうか。この配置。で、コウモリをね、先打ちする場合に、重要な、このコウモリの仕事は何かっていうと、一つは、相手の重要対空施設、対空砲ですよね。あとは、インフェルノタワー、あと、イーグル砲。これらを、最低3つですね。3つ、先打ちのコウモリパートで破壊できること。これが、まあ、使うための最低条件かなと私は思ってます。かつ破壊できればいいっていうわけではなくて、その後のドラゴンをまあ主に使っていくと思うんですけども、ライドラを使う人もいるかもしれませんが、私はまあドラゴンバルーンを使うので、ドラバルが、きちんとね、集団で走っていけるような、ルート作りっていうのもこの先打ちコウモリでできる、そういう場所にコウモリを撃てる配置かどうかっていうのが、使うかどうかの、まあ、その選択の、まあ、見極めポイントになります。で、もう一個ね、注意しなきゃいけないのが、ドラバルとかを展開する場合、ね、先打ちコウモリすると結構呪文の枠数そこに割いちゃうので、ドラバルパートに使える呪文が少ないんですよね。なんですけど、ギガテスラ、こいつが非常に強いじゃないですか。なので、こいつを破壊するのに、レイジは使っていきたい。あと、爆破ダメージ、回避するためにトームを使っていきたいっていう風になってくると、このね、ギガテスラ周りの施設っていうのは、実は残しておいた方がいいんですよね。それはまあ理由は、今言ったような呪文をどうせ使うんで、その、呪文の波及効果で、どうせ壊せる、ドラバルでね、壊せるっていうのが一点。あと、タウンホール周りをね、スッカスカにしちゃうと、ドラゴンがね、まずタウンホールに向かいにくくなりますよね、こうまとまって。で、さらにバルーンを出そうなんてした場合には、バルーンがターゲットを取る防衛施設が周りになかったら、バルーンが全部散っちゃったりするので、まあ、そういう場合には、まあ、ドラゴンとバルーンっていうそのね、コンビネーションで攻めるっていう戦術そのものが使えなくなります。なので、タウンホール周りにコウモリを撃つっていうのは、あんまりしたくないですよね。っていうところを、注意しながら、この配置を見てみると、まず、コウモリの天敵っていうのは、マルチインフェルノタワーと、ウィザードの塔ですよね。まあ、当然、クロスボウや、まあ、テスラも集団になってくると怖いんですが、とりあえずこの2つっていうのを、注意しなければ始まらない。そこで見てみると、全部この配置、インフェルノタワーがシングルですよね。なので、ここはそんなに心配する必要がない。で、ウィザーの塔見てみると、結構こう、なんていうのかな、村の外側にこう散ってますよね。真ん中にポンってあったりはしないので、これはね、当然ながら、アーチャークイーンとかで壊すこともできれば、ライトリングドラゴンとかでターゲットを取るっていうこともできます。ので、このウィザードの塔の回避方法っていうのは、まあ、いろいろ考えられますよね。で、じゃあ、まあ、なんとなくコウモリが使えそうだなと思ったところで、さっき言った重要対空施設、これがまとまっているところを見てみると、こういう風に配置されてますよね。どうでしょう、ここ見えてきませんか、この辺り。対空砲が2つこうあって、
さらにインフェルノタワー、近くにもう一本 IT インフェルノタワーがあって、イーグル島もね、運が良ければ射程圏に入ってきます。でかつ怖いウィザートの塔っていうのは、ここ全然この IT って言っちゃいますね、 IT を守備範囲に含んでない、これも含んでませんよね、今言った対空砲とかを。ってなってくると怖いのはこのウィザーの塔だけなんですけども、これ別にあのレイジを先打ちしてね、でそこにフリーズかけてコウモリ打っちゃえば、あの全然あの凍ってる間に壊せちゃいますから、ここは狙い目ですね。あの非常にあのコウモリが刺さりやすい、これは配置だというふうな、ことが言えると思います。これは候補ですね。じゃあ、次見ていってみましょう。この配置、これはね、真ん中にインフェルノタワーがこう、ウィザーの塔がありますね。こういう、配置っていうのは、基本、コウモリ使いにくいです。コウモリってこう、家族からさっきね、打った方がいい、打ちたいっていう話をしましたけど、こうした時に、コウモリが真ん中入った瞬間、全部こいつらに絡め取られちゃうんですよ。どっから打ったとしても。こういう配置は、先打ちコウモリにはあんまり向きませんね。まあ、どうしてもコウモリ使いたいんだったら、陸パーとかなんかで、こっちにバスターをこうね、8時から2時方面にこう通していくなりして、陸パートでこの辺全部壊しちゃえば、残ったのはあとはシングル IT とかだけになりますから、コウモリをね、なんていうのかな、ラババルみたいな感じでガーッとこういう風に回しちゃう、 こういう風にっていうかこういう風にね、コウモリを周りをぐるっと外周回すように真ん中をえぐってしまうからのコウモリっていうのはまあやれるかもしれませんけど、先打ちではないですね。なんでこれは非常にやりにくい。次行ってみましょう。これギガテスラ、タウンホールがど真ん中にある、これはね非常にやりにくいです。っていうのは、L 字ないしは I 字型の、防衛施設の残し方をして、ドラバルで入った場合にここに届くまでに結構ねダメージ受けて、ドラバルの戦力が減ってしまうんですよね。そうするととどめのギガテスラになっちゃうんですよ。で、ここで全部落とされる可能性があるので、こういう風にね真ん中にタウンホールがあるあの配置っていうのはあんま狙わない方がいいと思います。ベタですね。だったら別の戦術で取った方がいいですね。次、これですね。この配置は何が悪いかっていうと、まず1個、真ん中付近に、ウィザードの塔がありますよね。これは厳しいですね。まあ、こういう周りのウィズ塔っていうのを、まあ、事前になんとか処理できたとしても、真ん中にコウモリ放った瞬間に、まあ、さっき言ったように集中砲火食らっちゃいます。さらにこれですよ、インフェルノタワーがマルチ2本こんな隣接されたら、もうどっちかを止めてもどっちかに食われますので、これはもうコウモリを先打ちするにはもう最低の、環境ですね。なんで大五郎さん、これ前回取ったのはファルコンでしたけども、まあ、そもそも戦術を変えた方がいいですね。この配置は狙うべきでは絶対ないです。次、これはね狙いますね。2箇所多分狙えると思います。一つはここ、ウィズ島を、まあ、ライドラで竹取るなりアーチャークイーンで破壊するなとして、この辺りからね一気に、コウモリを出せば、最低この対空砲2本と IT は壊せる。で、あわよくばこっちまでこう伸ばせるっていう感じですね。ただまあタウンホール周りをね、さっき言ったようにスカスカにしちゃうのはあんま良くないので、それは少し注意が必要ですね。一番いいのは、おそらくここですね。ここ。まあ、インフェルノタワーはシングル。で、ここね、ウィズ島がちょっと邪魔なんですけども、まあ、ここにね、先打ちのレイジフリーズコウモリで一気に、破壊していくか。そうすると、まあ、1、2、3、4と、まあ、重要施設が4個壊せますね。で、かつ、まあ、L 字が作れると。ちょっとタウンホールがね、奥側というか中側に入っているので、まあ、それが少し、攻めを組み立てにくい。まあ、さっき言ったように、おそらくここを潰しちゃうと、この、5次面か、または1次面からドラバルを展開するわけになるんですけども、届くまでに結構自利品にさせられちゃう可能性があるので、まあ、そこに注意は必要ですね。ただ、まあ、やれなくはないと思います。次。この配置。これはね、きついです。結構やれそうに見えるんですけどね。まず、インフェノタワーが全部シングル。なんで、まあ、怖くないよと。で、ウィズ島も、割と外目にあるんですけど、いやらしいのがね、この真ん中のウィズ島ですね。これを固めて、ここにコウモリ打ったら、当然集中砲火食らいますよね。で、一方でじゃあこの辺、ここを、まあ、ライドラとか、アーチャークイーンで、
破壊して、まあ、ないしはまあターゲット取ってこっちからコウモリを放ったとしても2個ぐらいしかね重要対空施設が壊せませんよね。でこっちから行った場合、コウモリをこう撃った場合にもね、扇状にバーッと広がっていくと思うんですけども、 1,2 壊して3つ目が遠いですよね。非常に遠い。それで対空防衛が結構残っちゃう。こっちから行っても同じですよね。多分ここまでは届かないんじゃないかなと思います。まあ届いていったとしても、どうかな、かなりリスクが高いのでやるメリットはそんなない。別の戦術を選んだ方がいいかもしれませんね。はい、次これですね。ここは確かにコウモリやりやすいんですよ。これウィズ島が外側にこれありますよね。で、まあこれはライドラでターゲット取るなり、まあアジアクイーンで壊すなりすれば、ここの壁のまあところら辺までのです、この辺は全部コウモリで壊せますね。あわよくばこの IT まで壊せると。でやりやすい風に見えるんですが、これギガテスラがやっぱりど真ん中にあるんで、ここをねどうドラバルでやっていくかっていうのがちょっと難しいですね。あのドラバルパートでしっかり集団にしてね、ここを潰していくっていう絵が描きにくいんで少しハードルが高い。さあ、じゃあ最後これ1番ですね。まあ、これ私コウモリで撮ったんですけども、見てみると外周にウィズ島がありますね。なんで、これはどうにも処理がしやすい。でマルチインフェルノがこことここにありますけど、お互いに遠いのでそれぞれをカバーしてないですよね。なのでどちらかのインフェルノタワーの上にデイジフリーズを使ってコウモリ撃っちゃえば確実にインフェルノタワーは潰せます。で潰した上で対空砲2本この付近にありますから、どっちからコウモリ使っても主要な防衛施設3つは潰せますよね。でさらにこの3次面ないしは9次面を潰せばタウンホールは6次面ですから、まあ、このね 5次面からないしは7次面からどちらからドラバルを展開しても、まあ、束になってギガテスラに向かっていくっていう絵が描けますよね。じゃあどっちがいいの9時3時ってなった場合に、私はね今回9時を選んだんですけど、理由はイーグル砲がちょっと近いから、あわよくばここまでいけないかなって思いました。で、邪魔なねこの辺の、ウィズ島っていうのは先にね、アーチャークイーンで潰しちゃえばいけんじゃないかなということで、この配置を選んで攻めたんですけども、じゃあ実際攻めた動画っていうのをご覧ください。こんな風にね、攻めました。まずはどこだこれ6次面違うな、ここですね、6次面の、1個金山を、ガゴでカットしています。これはね後でまた説明します、理由があるんですよ。でここねこれね実はテスラ森があって、ちょっとねクイーンパートを伸ばせなかったんですが、ジャイでタギを取ってクイーンを延命しながら、なるべくねクイーンの仕事っていうのを増やします。このねジャイの先出しからのクイーンっていうのはスーサイド的なねクイーンの使い方をする場合にはぜひ覚えておいてください。これめちゃくちゃ便利なんで、便利というかねクイーンの仕事を最大限に増やせますからね、使うべきだと思います。でここは失敗です。ウィットを壊したかったんですけどね、ダメでした。で、ここからライドラを出していきますね。でライドラでこのウィットのターゲットを取ります。取りましたね。取ったところを見てレイジフリーズコウモリで一気にこのインフェルノを潰しながら、ターゲットを取ってる間にこのウィザーの塔も潰しちゃいます。あとはコウモリが扇形にね、12次面と6次面にこう90度の角度でこう向かっていきますね。わーっと束になってるんで結構コウモリが強いんですよ。これがねばらけちゃうと格好撃破されちゃうんですけども、束になれば結構そんなにいけます。で、9次面を完全に破壊して、6次面から3次面からの12次面へのこう L 字型をねなんとなくこう作ったことによって、バルーンとねドラゴンのまあ、ルートが ある程度出来上がってますね。で、今ギガテスラのところでレイジを使って爆破ダメージでトーム。で、今このね、3次面の、この対空砲 と、マルシャ IT のところでフリーズを打って、バルーンとね、ロックボマーの延命を図ってました。で、あとはそのままもう惰性ですね。どん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 、壊していくことになるんですけども、結果的には、これでもう全開いけちゃいます。やっぱりね、最初の先打ちとは、コウモリでルートを作るための施設破壊をしておくこと、あと、主要な対空施設、今で言ったら、IT ですねと対空砲、あと、まあ、あわよくばイーグル、この辺りを潰せるような、絵が描ける陣っていうのはね、こんな風に
多少ね今思ったほど深くまでコウモリがいかなかったんですけど、それでもちゃんとねあのこうカンスト級の防衛施設相手にあのしっかり、ドラゴンもバルーンも生き残ってねフィニッシュを迎えることができてますので、やっぱりね強いですね。あの形さえ作ってあげればあのドラバルパートが非常に刺さるので、コウモリのね、使えるかどうかその判断が非常に重要だと言えますね。でちょっと言い忘れましたけども、なんでこの金山壊したかっていうと、今私ね7次面から8次面にかけてドラバル出したんですが、ドラゴンがねこっちの隅っこにそれないようにババキンでカットをしたんですよね。その時に、まあ、ここの金山が邪魔なんですよ。ババキンが確実にこっちの反時計回りに流れるようにするためには事前に金山を壊しておきたかったということになりますね。っていう形で全開です。ちょっとね、まあ、これで一応今日の話は終わりなんですけども、おまけで1個、あのこんな風なね、まあ、これは先打ちって言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ、コウモリの使い方っていうのもありますよっていうのも、もう1個ね、見てもらいたいというふうに思います。これですね、これ結構ね、テンプレ配置だと思うので、知っておいてもらうと、これから出会った時にね、対処がしやすいかもしれません。これね、まず、ライドラで、この、ウィズ島を処理しを試みます。かつここね壁の中に主要施設がこう対空施設がいっぱいありますよね。だったらもう鼻からねヒーローパートでこれ潰しちゃおうということで、ババキンとクイーンを、まあ、ジャイでねタゲを取らせながらこう、突っ込ましていきます。これねちょっとウィズ島1本あの処理しとこめたんですけども、まあしゃあないということで、で、ここねこのウィズ島が邪魔なんで壊せるところを見計らって先打ちのコウモリをここに放っていきます。12時目にね、そうするとこのコウモリたちが一気にこの12時側の区画っていうのをこう殲滅してくれて、かつ、3時側は、アチャクイとね、ババリアンキングでこう壊すことができてますから、あとも見てください、これタウンホールがここにありますよね、ギガテスラが。そうすると当然ドラゴンは、この十字面から出していきたいんですけども、ほぼ一直線にドラゴンがこう進むルートができていると思いませんか。ここをね、作ってしまうことができればあとはもう楽勝ですね。やるだけっていう感じ、もうあのなんていうか慣れた手つきでパパパパッといける、もうその鉄板のユニットの出し方が通用しますね。レイジで、このギガテスラをきちっと落として、で、ギガテスラの爆破ダメージはこうトームで回避で、そのトームとレイジに乗っかった勢いでこの近辺の、施設をこう壊していきます。ちなみにこのロックボーマーはね単なる出し忘れです。あのかっこ悪い話ですね。で、ライドラでね、この辺対空砲から少し離れた部分に、施設が密集してましたんで、ドラゴンのね、ルートが逸れないように、カットに使いました。で、対空砲とね IT を一気に残ったフィリーズで止めれてあげれば、もうあとは怖いものはありませんね。一気に、ドラゴンと、バルーン、あとロックボーマーで、残った施設を壊していって全開という格好になりますね。っていう形、まあ、LGO を作るのは最低限ですね。今みたいにほぼほぼ I 字にしてあげれば、まあ、真っ直ぐのルートでね進んでいけるような格好を作ってあげればなおね、このドラバルっていうのは伸びますので、それをねコウモリでどう作るかで作りながら、なんだ主要な対空施設ですね、対空砲だったりとか IT イーグル砲、このあたりを最低3つ巻き込んで壊せる、まあ、この2つっていうのがね非常にこの先打ちコウモリをやる上では重要で、それができるかどうかというところをね、見極めるのにどういうところに着眼していったらいいかっていうことを本日ねお話ししてまいりました。ぜひね参考にしていただければ幸いでございます。というところで、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。